一番塩、はい、あごめんなさい、一番うまい。自立市の高橋と申します。大臣、7月29日の公演でですね、会見の論理に、絡んでですが、ナチス政権の手口に学んだらどうかという、そこだけの人が、取り上げられて、かなりその海外から、国内もそうですけど、批判を呼んでいますけれども、これについて先ほどコメントはいただいたんですけれども、改めてその発言撤回された経緯ですね、それからなぜそういうふうな撤回されるということに、ご決断に至ったのか、4月29日の話にどれだけの方が出とられたか知りませんけれども、あの会議で憲法改正の話が主に出てたんだと思いますが、憲法改正というのは、喧騒、競争、そういった状態で決めるべき話ではない。極めて静かなうちに論議をしないとえらいことになると言って、憲法改正には極めて、あそこに出た人に言ったら麻生太郎は憲法改正反対みたいに思った人がいるようには いるように取った人がいるかもしれんけども、僕はこういったわー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 騒ぎの中で決めるべきではないという話をして、その中でドイツではワイマール憲法という立派なものが第二次欧州大戦が始まる前に浸透したんだと思いますが、その時そのワイマール憲法というものによって選挙によってヒトラーという独裁者が選ばれたんですよ。そして選ばれた後、わー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 すごい騒ぎになってる中、その競争の中でいつの間にかナチスというものが出てくることになったということで、ああいったのは悪しき例として我々は学ばないかんということを申し上げたんですけれども、ワイマール憲法をナチスというところがより問題、例としては不適切だというお話だったんで、私はそこで取り下げますと言ったのは、ワイマール憲法をヒトラーを使ったところをと、なんていうの、強調するために申し上げたんだと申し上げたんですけど、そこを言われましたんで、そこを取り下げる、ワイマール憲法ヒットラーのところを取り下げるということを申し上げたんで、憲法改正というのは落ち着いた中で静かな中で考えるべきだということに関して撤回するつもりはありません。どうぞ後ろの人、さっきから前から挙げた写真の話です。今の関連なんですが、今おっしゃったことは昨日の撤回コメントでもですね、知ってますが、全体の方としてはナチスに対して評価されてないと受け止めているんですが、一部はその手口を見習った方がいいとかです、学んだ方がいいとかですね、肯定していると受け取れかねない発言も入っております。基本的にナチスに対してどう評価されているのかというのを改めて見解をお願いいたします。ナチスが出てきた背景っていうのは、いろんな人がいろんな歴史家が言うけども、ナチスが出てきたのは第一次欧州大戦にナチスが敗戦して第二次欧州大戦が始まるまでの間に、ナチスでは1320億マルクという当時の天文学という政治、イギリス新聞でアストロノミカルニュメロって書いてあったけど、そういった1320億マルクという巨大な賠償金というものの支払いのためにドイツでは大インフレーションが起きたのは確かあの時だと思いますけれども、そういった中でいろいろな内閣が次から出ては倒され、次から倒されという形になって、結果としてヒトラーという人が出てくることになったんですけれども、あれでねやっぱり習うべきは、人を辞めさせる時にはきちんとした交代者、次に出てくる人を選んでおかないとああいったことになるという例は一つの教訓としてみんな習ったものの一つなんじゃないですかね。そういった意味ではいろんな意味のものが出てくるんだと思いますけども、日本の場合は少なくとも昭和20年この方、いわゆる昭和21年か、昭和憲法というか今の憲法になってから平和とか人権とかそういった多分戦後一貫して言っていましたんで、そういった意味ではドイツと歩んだ方向はここのところから以後
は我々としては結構ドイツは、まあ、ドイツは冷戦というのの最前線におられたという状況も少し違うかもしれませんけれども、日本の場合はいろんな意味で極東にあって少し状況が違ったとはいえ、少なくとも戦後一貫して平和主義とか人権とか法の支配とかいうのを言ってきましたので、そういった意味では日本としての戦後の歩み方というのは我々としては決して間違った方向ではなかったと言ってしかるべきではないかと思っています。ただ最近憲法改正が出てきているのは、我々の置かれている極東という地域の状態が、少なくとも冷戦構造が崩壊してからいろいろな意味で北朝鮮の問題とかいろいろな問題が出てきてますから、それに合わせて我々としては自国を防衛するという意味において、今の憲法でそういうこと足りるかという問題は改めて考えにもならないということになっているのではないですかね。そういうふうに思います。いい、よろしいですか。どうぞ。関してもう一点お願いします。昨日発言が撤回されましたが、派遣されることを受けてアメリカの民間団体の中国や韓国の政府の反発がありました。ご自身の発言が与える外交への影響についてはどのようにお考えでしょうか。そうですね、私としては最初に申し上げたナチス政権の令状を挙げたということに関しては誤解を与えることになったと思いますので、撤回をすると申し上げたんで、別に憲法改正というのは落ち着いた議論の中でやるべきだということに関して撤回するわけではありません。これはもう昨日も申し上げた通りだと思っています。それで今外国からという話がありましたけれども、外国からという話はあります、いろいろあるんだという話でしたけど、ナチ政権と私の発言でも読んでもらっても正当化するような発言は全く出ていませんし、例として挙げたことが誤解生まれということになった点は撤回しますということを申し上げたんで、真意は十分にご理解いただけているものだと思っています。もう一つだけそこだけ解答を。IWJ の釣沢です。よろしくお願いします。先ほど大臣が撤回したということがおっしゃられたんですけど、30日に米国ユダヤ人人権団体の専門人権対センターが非難する声明を出しましたが、こちらの団体に対して別途ご発言を撤回する意思はございますか。撤回謝罪する意思はございますか。ありません。ありませんか。私の場合は昨日申し上げた撤回を申しするということを申し上げたということを繰り返したわけです。すみません、念のためご確認で別のご確認、謝罪と撤回ないということで、じゃあもっとゆっくり落ち着いてゆっくり喋ってもらう。じゃあ別途謝罪する意思、撤回する意思はないということでよろしいでしょうか。私のナチスに対する政権にの例を引いたということに関して誤解を招いたということに関して私としては甚だ遺憾だと思いますし、同時にその点に問題が起きたというんですが、ナチスの政権を例として挙げたことを撤回する。正しく理解したら日本語で、日本語正確に理解したら、はい、それでまた別途誤解を招いてしまったことに対してこちらの団体に謝罪に撤回する意思はございますか。ありません。すみません、もう一つよろしいでしょうか。韓国、中国の政府も大臣の意見に対して批判するコメントを出していますが、こちらに対してはまた謝罪撤回する意思はございますか。今答弁した通りです。はい、韓国だから謝罪する、こっちだったら謝罪する、そんなことありません。みんな私が言ってることは同じです。すみません、あともう一つよろしいでしょうか。社民党の又市誠二幹事長が31日大臣の発言に対して官僚議員職の辞職を求めるということを発言しておりますが、こちらに対して大臣はどのようなご考えでございますでしょうか。この発言を持って辞職しろと言ってられるんですか、又市先生は。批判をして官僚と議員職の辞職を求めると言っております。辞職を求めるということに言っていることに関して、はい、大臣はどのように辞職するつもりがあるかと聞いておられるんですか。どう
どのように辞職をするつもりあるかということも含め、どのように藤山郁美に対して辞職をするつもりはありません。ありがとうございます。